どうもヘリウムです。一人だけでもブルモンスターズです。はい、ニンテンドースイッチのポケットモンスターレッツゴーピカチュウ、続きやっていきたいと思います。早速、ニビシティまでたどり着きました。ちょっとね、あの顔ぶれが変わっております。スピアになりましたね。ガンランスがスピアになってくれました。で、そしたら、よいしょ。なんかね、このイクエちゃんと遊ぶとかいう機能もついてるんですけどね、あのサン&ムーンみたいに他のポケモンとは触れ合いできないっぽいんですね。イクエちゃんだけみたいですね。まあ別にいいんですけど。ということで、そしたら早速ですが、ニビシティのたけしに挑戦していこうかなと思ってますが、メンツどうしようかな、どうしようかな。イクエちゃんメインにしたいんですけど、でもシルちゃんにも活躍してほしいですね。まあみんなで持ち回りながら行きましょうか。適当に行こう。はい、レッツゴー。おー、あの私ポケモンのソフト自体は、赤緑と金銀と、もうそこから飛んで3ムーンまで飛んでるので、ジムっていうの久しぶりですね。3ムーンがね、あのジムっていうのじゃなかった、そういうシステムじゃなかったんでね。あ、そうか、ジムリーダー行くまでに、そうそう、あの部下みたいなのがいるんですね。そういえばそうでした。違うわよ。はい、でポケモンが久しぶりなのはもちろんなんですけど、任天堂のハード機自体があのアドバンス以来です何を覚えてるかって全く見てなかったですけど、レベル7ですか。よいしょ。あっ一撃かい一撃かいやりますね、ハワイイクエちゃんレベル上がりましたね。イクエちゃん、あ、電磁波か、電磁波いいな。これ鳴き声を忘れさせましょうか。はい、12のバン。はい、アドバンス以来なんで、もう何が何だかっていう感じですよね。まあ、Wii DS を触らせてもらったんで、私が DS を持ってたわけじゃないのでね。まあ、その時もなんか、上と2つ2画面でタッチパネルっていうのにちょっと衝撃を受けたんですけど。ダンダダンダンダダンダンダダン。距離だ。よく気づいたね。教えられずに気づくってすごいですけど、相当。よし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 。あ、服着てる服着てるあれ？たけしって裸じゃなかったですっけ？でね、あの、アニメで、ね、あの、服着てて、裸じゃないじゃないかって思ったのは、覚えてますね。あー、このポーズ、このポーズ。はいはい。やってますね。懐かしの、はい、ハワイちゃんがどこまで通用するか。まあ、岩タイプはね、イクエちゃんが苦手なタイプなんでね、できればハワイちゃんになんとか頑張ってもらう。ハワイちゃんなんか、あ、ハワイくんでした。あ、レベル11、1個上ですね。どうだろう。あ、痛い。あ、結構硬いな。ほんまかほんまか全開した。たけし2匹しか持ってないみたいですけど、次はじゃあ岩くかな。あ、岩くですね。このままじゃあハワイくんに戦ってもらいましょうかね。岩くかっこいいですよね。
よいしょ。昔はあんまり好きじゃなかったんですけどね、弱くとか。なんか結構ね、味の好みが変わるかのように、年齢を重ねると、ちょっとポケモンの好みも変わってきますね。おー、おー。謎の草で、たけしに勝ちに行く人ってどんだけいるんだか。はい、ハワイ君大活躍。稼いでくれましたね。ポケモンリーグ公認グレーバッジを授けよう。やったね。イクエちゃん何もしてないけど。イクエちゃん何もしてないけどね。まあレベル20までだね。はいはい。お、頭突き。頭突き。頭突きってあんまなんか使った印象がないんですけど。言えたね。謎の草で勝った。誰だ。ん？何この人。この人なんか、グリーンっぽくないですか。すごい、そうです。どうして、どうしようかな。どうしてでしょう。はい、ぴったしだから。あ、グリーンだ。あ、3匹目のやつはじゃあ、グリーンがもらったんですね。ほうほうほう。3匹目何をもらったんでしょうね、グリーンは。グリーンだから不思議だでもらったんでしょうか。俺の時は。過去を知る人ですか。あ、そういう感じ。なるほどね。お皿洗い終わったんでね。はい。貴様もやっていこうと。マンキーや。豚猿ポケモン。マンキー。ひどいよね、豚猿っていう言い方が。ふとしたことで機嫌が悪くなり、まあ、ずっとしかめつらいけどな。この先ね、おこぎ猿に進化するからな。うん、まだ溜め込んでる段階よね。ブチ切れるよね。怒り猿やからな。常に怒っとるから、あ、あ、出てる出てる、わーい、あ、爺様入ろうとしてる。もうサンドや。サンド、サンド欲しい。可愛いですね。こんな段階から出てくるっけ、サンドって。どうだったかな、こんなとこで出てこなかったと思うよ。なんかあの山、お月見山みたいな感じのとこで、あ、なんや、あ、逃げられるんじゃん。あ、逃げられへん。なんか、なんかあげようかな。ズリの実を。ズリの実、パイルの実なんなんやろな。ズリの実、はいはい、持つ。で、ちょ、プレミアボール使う。プレミアボール。え、プレミアボール。まず、とりあえず木の実あげね。で、あと出た。で、プレミアボール。プレミアボール、はい、はい、よし、はい、もちろん。プレミア感出していこう。プレミア感、えい。これな。プレミアが。プレミア一個消えた。嘘。しかも捕まえな。嘘やろ。木の実効果が切れちゃった。木の実。ズリの実たくさんあるね。あるね。プレミアボールなくなったね。モンスターボールでいいのかな。あ、スーパーボール、スーパーボールがあったかな。あー、ゲットできましたね。はい。はい。サンド。うん、どうしようかな、この子何にしようかな。名前、うん、ニドとかにする。ニドって何。どういうこと。サンドの先に行こう。戻るんだって。聞いた今の。風起こしの方が弱いかな。あれ、翼で打つ。そうだね、風起こしより翼で打つの方がいいね。翼で打つの方がいいね。お、進化するんじゃない。あれ、あ、まだか。16レベルかな、20かな。あ、そう、あ、結構上レベルないと上がらないんだね。18だったかな。キキキン、サンド、サンド、かわいい。しずくがつくの。ネズミポケモンなんだ。砂漠のネズミなんだね。うん、ピカチュウの親戚かな。ほら、お前コーチトレーナー行くぞ。独特な話し方する人やな。うん、てか最初思っとったんけどさ、
あ、不思議だねだと。あ、なんかね、あのグリーンがおったよ。あ、そう。うん、たけし倒したらね、うん、俺はグリーンって言ってなんか帰ってったよ、うん、よし、見さらせ見さらせ。11レベル多いなひどいだねふし、かわいい、転がったもう終わり、もう終わり、もしかしてそんなことないよね。え、もう全然コーチしてもらってる、目がハイライトなってる。元気のかけらかい、さっき拾ったで、技マシンとかくれないのかい。うん、うん、知ってる、そっかはい、ということで、はい、コーチトレーナーを圧勝してしまいましたね。ロロチュン一撃で倒しました、うん、もうちょっと見せ場作ってあげたらよかったね、うん、ちょっとレベル上げすぎたかな、ちょっと今は現段階で高いかな、うん、はい、まあ、あのいずれ苦戦する場面も出てくるかもしれないのでね、今後ともね、はい、また興味出た、ヘイリウムさんに興味出たって人がおられましたらねチャンネル登録していただいて、また来ていただければと思います、はい、ということで、もしここまで見てくださった方おられましたら、チャンネル登録でも、はい、よろしくお願いします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。